こんにちは、翔吾です。ハロー、三崎直だよ。ねえ、LINE スタンプ作ったんだけどリジェクト、書き直しになったり、販売できてもなかなか売れなかったりうまくいかないよ。それって特に LINE スタンプを初めて作った頃はありがちなことなんですよね。そこで今回は約5年間 LINE スタンプを作っている私の失敗談について話したいと思います。みんな笑いながら反面教師にしようね。まず一つ目の LINE スタンプを初めて作った時の失敗は、やはり文字が小さかったことです。LINE スタンプは一見、文字よりもイラストの方がメインに感じる人っていませんか？え、実際にそうなんじゃないの？ちっちっち、実際は絵や写真と文字の比率は1対1が望ましいです。なんなら例外としてデカ文字スタンプという、文字の方が目立つスタンプもあります。ふん、なるほどね。じゃあ LINE スタンプって絵や写真よりも文字を見てそのスタンプが、どんなスタンプなのか判断している人が多いという証拠なのかもしれないね。そうですね。つまり文字が見にくいとせっかく審査に通っても買ってもらえないことがあります。でもこれって LINE スタンプを初めて作るときは意外とどれくらいの大きさがいいのかって、いまいちわかんないんだよね。そういうときはさっきも言ったように文字と絵の比率を1対1にするか最低でも画像の4分の1は文字を入れるスペースを意識的に作るといいかもしれません。それ以上文字が小さくなる場合は思い切って、文字を入れないスタンプにすることをおすすめします。ちなみに文字が小さいと LINE スタンプが売れない理由については過去動画で語ってるよ。よかったら後で概要欄のリンクからチェックしてみてね。二つ目の LINE スタンプ失敗談は誤字や脱字のスタンプを作ってしまったことです。もう何やってんの？そんなのスタンプを作る上での初歩中の初歩じゃん。アンパンマンの顔のあんこの粒あんを間違えてこしあんにしてるようなもんだよ。例えがわかりにくいわ。気をつけないといけないのはわかっているものの、スタンプの個数が多いとついうっかりってことがあったりするんですよね。やはりこの対策としてはこまめに見直しを行うことが失敗を避ける鍵です。一回審査で承認されてリリースした後は画像の修正はできないから気をつけてね。承認されてリリースボタンを押す前であれば画像修正が可能です。そして理由は不明ですが審査中英語であればスペルミスなどの指摘でリジェクトされます。一方で日本語だと誤字脱字があってもほとんどリジェクトされないので油断は禁物です。 LINE スタンプの運営さん、できれば日本語の誤字脱字のチェックもお願いします。三つ目の LINE スタンプ失敗談はスタンプを作り始めた当初多くの人に使ってほしくてターゲットが曖昧なスタンプを作っていました。だから最初に作ったスタンプって英語と日本語が混ざってたんだね。そうです。でもこの方法は逆効果でしたね。 LINE スタンプは使ってほしいターゲットを絞ったりスタンプに一貫性があるテーマを設けることが買ってもらえる確率が上がるコツだったりします。じゃあ海外に販売したかったらどうしたらいいの？ターゲットとか言われてもいまいちピンとこないよ。そういう場合はあえて文字を入れないで絵や写真のみでアニメーションスタンプを作った方が案外うまくいったりします。ただし注意点として海外に LINE スタンプを販売する場合は宗教に関連していないかなどをきちんとチェックしてから申請しないとリジェクトされやすいです。お気をつけください。ターゲットに関してはさっき紹介した動画スタンプが売れない原因でも話したの。スタンプの海外販売と宗教に関しては過去動画の作ってはいけない LINE スタンプ5000で解説してるからこっちもよかったら概要欄からチェックしてみてね。そして4つ目の LINE スタンプ失敗談は作るスタンプの個数を間違えました。朝倉って怒られる未来が見えるよ。ナースのお仕事か。いやいや、そういう失敗ではなく、LINE スタンプの新機能が出るたびに、最初は様子見で少ない個数のスタンプを出してたなーって話です。え、少ないスタンプ出しちゃダメなの？個数が少ない方が作るの楽じゃん。確かに少ない方が楽ですし最小個数の8個で売ってはいけないというルールはないです。ただ一旦買う側の心理を考えてみると同じクオリティで値段も同じ、そして、似たような使い道のスタンプだった場合、やっぱり個数が多い方が売れやすいといった、統計データが出ています。なるほどね。じゃあ
逆に少ない個数のスタンプを作る意味ってクリエイターの都合？それも一理あるけど、それだけではありません。人によってはスタンプの個数が多すぎると、使いたいスタンプをうまく見つけられないといった意見もありました。こういった声はどちらかというと年配の LINE 利用者に多いようです。そういえばさっき少し紹介してたデカ文字スタンプも割と年配の利用者が多いって聞いたよ。これってさっきの失敗談、ターゲットが定まってないにも関連する部分がありそうだね。ラスト5つ目の LINE スタンプ失敗談は、申請の締め切りを逃してしまいました。あれ？ LINE スタンプを作るのに締め切りなんてあったかな？いいえ、基本的にはないです。ただ LINE スタンプ公式で行われているスタンプ特集に参加したい場合や何らかの公式のスタンプデザイン募集に参加する場合は、締め切りが設けられています。こういった特集や募集は自分が作ったスタンプを知ってもらえる機会につながります。でもさ、LINE スタンプって思っているよりも作るのに時間かかるんだよね。締め切りに間に合わせられるかな？そこなんですよね。LINE スタンプが作るのに時間がかかる理由については過去動画のLINE スタンプの厳しい現実を線でもう少し詳しく話しています。最初は LINE スタンプを作る手順も明確じゃないし、審査期間も長いと思います。そこがきっかけでスタンプ作成を途中でやめちゃったり、締め切りを逃すケースって結構多いんだよね。ってなわけでしょう。代わりに私の LINE スタンプ作って申請しといてね。売上金は全部私がもらうから。ジャイアンもびっくりなガキ大将か。LINE スタンプを作るときは夏休みの宿題を効率よく終わらせられるような感じの計画を立ててから制作に取り掛かりましょう。最後に私個人が思う LINE スタンプ作成の失敗しないコツについて話したいと思います。わかった。作る前に私失敗しないのでってドヤ顔で言うんだね。違うわ、大門みきこか。そうではなく、失敗しないには LINE 公式で設けられた制作審査ガイドラインに一度は目を通しておきましょう。そうすることでリジェクト回数は減ると思います。ガイドラインは概要欄のリンクから見てみてね。それともう一つ、何種類か LINE スタンプを作っていく中で自分が思う効率のいい作業手順を見出すのも失敗を防ぐコツです。ちなみに個人的に思う LINE スタンプの効率のいい作り方を動画にまとめていますので、よければ概要欄からご覧ください。さて今回は以上です。もしこの動画の一部が参考になったり面白かったら、グッドボタンを押してくれると嬉しいな。このチャンネルは毎週金曜日の18時にイラストのメイキングや LINE スタンプの作り方などについて解説動画を上げています。何かご意見やご感想、指摘などがありましたらコメントお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よければ、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。